ましておめでとう。日の当たる宮殿始まります。おいっす。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年からですね、スマッパー、グループチャンネルみたくなりまして、僕と八重葉くんで、毎週土曜日6時45分はやってきます。お、でそうですね、とりあえず今日は一発目ですからね。はい、清丸くんの誕生日が、もう誕生日過ぎたんですもんね。そうですね、リアルは1月2日だったんで。リアルで2日で30歳、はい、30歳です。とうとう味噌汁で、もうおじさんなんか言えないんですよこれ。いや、30歳には見えないねってよく言われます、うん、はい、香りには見えないねって言われるんじゃないですか。いやいや、結構すれ違う人とかにも30歳に見えないねって。これ2人でやったら、はい、本当寒いねこれね。はい、清丸くんです。あ、どうも、初めまして、初めましてじゃないですよ。もう清丸くんの回面白いですからね。あ、本当ですか。いや、嬉しいですね、ありがとうございます。僕はすごい好きです。はい、30歳ですもんね。はい、いやどうなんですか、1月2日にこう誕生日って。いや寂しいっすよ。寂しい、うん、寂しいですね。大体、うんうん、みんな家じゃないですか、うん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 、なんかじゃあホストも長くしてますけど、はいはいはい、じゃあ1月2日お祝いしに行くよってやっぱ言ってくれる方もいるんですけど、まあ、大体家出れないですよね。ああ、そりゃそうだ、うん、はい、うん、なんで、まあ、じゃあ寂しいっちゃ寂しい。大人になってから楽しくなったんじゃないですか。あ、そうですね。ね、カウントダウンとともにこう、うん、バースデー祝いみたいな。そうですね、ね、10代の頃なんかもうもろみんな友達家でやっぱ出ないじゃないですか、うんうん、三が日から、うん、ちょっと5月生まれの人とか、うんうん、ちょっと羨ましいですよね。うんうんうん、夏とか。ああ、確かに、うん、はい、あの学校始まってそうですね、はい、はいはいはい、そうなんです。残念ながら、八重葉くんがまだ来てません。一発目、うん、あのねニコ生今年一発目。あの、お父さん怒ってます。ああ、お父さん、おこ、お父さん怒ってます。おこ、あのね、あ、あ、あのね、もうこのね、昨日までスマッパは休みだったんですよ。正月休みで3日間休みだったんですけどね、うん、もう八重葉ちゃんは毎日俺に連絡来るの。あ、何してますか、うん、飲み行きませんか、うん、とか、うん、どっか連れてってくれませんかみたいな。最終的に兄貴だったから何なんだこいつはと思って寂しがりやかった。いやいやいや、グラス3個でしょ。りゅうちゃん、りゅうちゃん、あ、ぐむぐむ、あ、うちの副店長りゅうじくんで、ありがとうございます。じゃあちょっとね、はい、去年ほら、ワインソムリエ、はい、落ちたんですもんね。落ちました、おめでとう、おめでとう、今年頑張ろう。去年1年間のスマッパーで出たワインをほとんど開けたんですもんね。お、ほとんど開けますね。はい、二次対策はバッチリ。お、に、二次試験は受かるのに、うん、二次試験は二次試験、ばっこり30点だっけ。30点だか40点だかですよね。まずいよ、怒られるよ。じゃあもう説明からお願いします。あ、ありがとうございます、ね、あの新年明けましてなんで。あ、そうですね、うん、新年明けましておめでとうの、はい、こちら安定のピノノワールですね。あ、ピノだ、ピノいいです。はい、これシュンさんいたら素晴らしい。あ、素晴らしいしか出ない。シュンさん大好きですからね、うん、じゃあこちら早速あの一発目開けさせていただきます。めでたい、はい。もう我々水でちょっと寂しかったです。そう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 。いや、慣れてるね。いや、でもなんか今日の清丸くん、なんかあれだ、うん、エンジンかかってないね。いや、ちょっとまだね、はい。なんかあの、ちょっと期待してたんですよ。何、何を、まあ、新年一発目の、はい、まあ、ニコ生やらせてもらうということで、うんうんうん、まあ、ちょっと誕生日告知ももちろん兼ねてじゃないですか。はい、うん、ちょっとまあ、うちの幹部が、はい、ああ、もうみんな勢ぞろいすると思うんだ、はい、みんなちょっと来てくれんのかなとか。じゃあ、じゃあ来週しません。あ、しましょうよ。かえ、できます。いやできます。できます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 。じゃ声かけお願いします。ちょっと、はいはい、うん、そうですね。うん、ちょちょちょ、キラ君がキャバクラ行きすぎて行ってねえよ、バカ。新年早々それ、あの、ススキノの話だろ。
すすきのだったらニュークラだよ、バカタレが。キャバクラなんか行かねえよ、バカタレ。いや、あ、誕生日はどんなものもらうんですか。誕生日ですか。うん。え、リアルに。いや、え、マンション今年は。え、僕クラスだと、まあフェラリとかももう もらい尽くしたもらい尽くした。まあちょっとそうっすね、今年は、はい、ハワイあたりに、ハワイあたりにマンションちょっともらう予定、うん、別荘、はい、そうそう、ね、ちょっといい、ね、まあ大人になってきて、うんうん、じゃあバカンスとか、うんうん、ちょっと好きになってきたんでね、うん、はい。僕ね、やっぱハワイも好きだけど、やっぱバリもいいと思う。あ、バリ、うん、あ、じゃあバリにも、バリ、うん、バリにもじゃあ買ってもらえばいい。物価安いからポンとね。あ、いいですね、うん。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあひっそりと言ってましたね。じゃあ、清盛くん、はい、30歳誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、ゆうやくんにご飯連れてってもらったんですか。連れてってもらいました。なんだよ、だったら俺ジョジョに連れてく。おぉ誕生日おめでとう。あらっす、誕生日最高。うん、うん、30歳になるとよりなんかこう、うん、ワインがあれですね、うん、うん、はい、はいはいはい、いいですね、やっぱピノね、はい、ピノいいですね。これピノってこう時間経つとこうどんどんあれなんですか。どうぞ。え、なになに。あ、いや、いや、あ、やっぱソムリエだからあれだ。いいとこつきました。いいとこついたと思うじゃないですか、うん、違う。いや、タンプレ何欲しいって。あ、そっちかい。分かった分かった分かった。もう今日あなたの回だから。どうぞどうぞ。ごめんごめん、うん、もういいや。うん、そう、なんかスマッパのなんかこう、はい、テイストをこうやめていいや。いやいや、これちゃんと大事にやりましょう。はい、マンションかな。まあマンションじゃなくて、俺だったらあれ、 あのアパート欲しいな。アパート、あ、一棟の一、うん、あの一棟だっけ、一棟、うん、ちょっとリアルですね、うん、リアル。あの2000、3000万ぐらいのやつです。はい、で貸して、そうか、全部貸す、うん、リアルだよ、もう課長から買え買え。量量、いやうちの量。でもでもね、あのお客様に誕生日プレゼントもらうのってきつくないですか。え、きついです。だから僕、ね、あの物は基本断ります、うん、ね。一回は一回は一回は一回断る。いや、あんま断りすぎてもあれかなと思うんで、うん、ただ物じゃないですよね。うん、あ、も物もちろん嬉、うん、しいんですけど、うん、やっぱホスト的には僕ね、なんかやっぱこう1万円いないぐらいの、本当になんかこう、あー、なんかこうかゆいとこに手届いたみたいな、そういうレベルのなんか誕生日プレゼントがだって困りません。なんか誕生日プレゼント何がいいって聞いてくれるのはすごく嬉しいのに、うん、え、でも何でも買えるよねみたいな、やっぱ言われたことあるじゃないですか。うん、その時ってちょっとなんか寂しくなるんですよ。寂しい。だって気持ちでいいからみたいな。だからマンションでいいっすよ。だから結局そこかよ、ほんとに。あ、キラ君プレゼント何が嬉しい。うん、俺何が嬉しい。僕クロマーツやっぱ嬉しいですね。好きですからね、うん、クロマーツ、うん、クロマーツだと何だって嬉しいんですか。そんなことない。なんか、なんか今のちょっと舐めてる、ね、なんか上から見せたね。なんか舐めてる、ね、今の。何でも嬉しいんだけど、はい、この間俺の誕生日に刃が、サングラスくれたんですよ。買ってましたね、クロマーツの、はい、クロマーツのなんですか。そうで、僕クロマーツのサングラス2つ持ってるんですよね。おで、刃どうしてそれを選んだっていう感じだったんで、ちょっと辛かったかな。え、かぶってるんですか。え、かぶって、同じ、はい、ドンかぶりです。あー、ドン。なるほど、まあ気持ちですからね。そうそう、気持ち、うん、何がいいですか。あ、マンションじゃなくてもうリアルな話。リアルですか。うん、だからやっぱこうせめてネクタイとかね、そこらへんだよね。やっぱ身につける系ですよね、うん、靴下とか意外に嬉しいです。あ、そう、俺も靴下嬉しい。消耗品じゃないですか。そうそうそう、うん、ブランド問わずですか。ブランドとかは別にね、まあ、ドンキでも嬉しいですけど。リュウジ君さ、あの本当に内勤になってからもう何なんだろうね、この素っ気なさ。そうですよね、うん、笑顔がない。そう、そう、うん、もう一回引き出してあげようか、あなたのこのポテンシャルみたいな。いや、マジ俺のバースでずっと笑ってたよ。はい、もう終始笑顔でやらせてもらいます。うん、頼むよ。あのね、やればできる子なの。やればできる、やればできる子なの。あのね、僕入ったばっかりの時、清丸くんいなかったじゃないですか。うん、あの、まだ戻ってきてなくて、はいはいはい、でその間、結構タッグを組んで一緒に動いてたんですよ。何？え、もう内勤…内勤になる前。あ、なる前ですね、はい、ね、
でもう席では、うん、もうボケてくれて僕が突っ込んでこう振ってボケてってえそんなできるのそんな掛け合いが難しいちょっとはできたんですよ、ねだからもうすごい買ってるんですよ、接客技術完璧だなと、はいはいうん、こんなに若いのに、はい、それがナイキになってもうこれですよ、牙抜けた感じですよ。そうちょっとでも酒癖良くなかったよね。そう、なんかこうガハッガハッって感じだったよ。俺王様だガハハみたいな。あ、そんな感じだったの。いや、どうなんですかね、やっぱ覚えてないですよね。覚えてない。そうなんです。飲みすぎると覚えてない。俺のお客さん泣いちゃうよ、そんなこと言ったら。でもリュウジって、はい、もちろん副店長の俺、一個見習いたいところがあって、はいはい、結構、うんまあ、人間なんで、うん、怒られたりなんだりしてやっぱへこむときあるじゃないですか、うんうんはいまあ、僕が見てる感じですよ。一日寝るともうケロッとするタイプ。もちろんそこ見習いたいなと思って、だからやっぱ会長とか社長に怒られても、まあ、次の日ケロッと、うんうんいやあ、そう。引きずらない。僕も全然引きずらないですね。いや、すまくん、ちょっと読めないんですよね。あ、読めない。なんか、引きずる時もありますよ。この間の銀さんみたいな。え、そうなんですか。この間ね、うん、俺ね、あの、5日のナンバー発表の時にね、あー、はいはい、はい、終わりましたっつって、はい。で、今回はうちの店が、え、店舗、売上店舗買ったけど、はいはいそねはい、その前が負けたんだっけ。あ、その前の前か。前の前。前の前が負けちゃったんだよね。その時に、幹部だけでね、ごちじゃんしてね、イエーイっていうのを俺アップしてさ、え、なんで俺のフェイスブックなんだかいいじゃんって言って、そんなもん関係ねえだろ、普通にね。なのにさ、なんで裏でさ、ああだこだ、何、あの、影響力が高いからダメだ、ああいうのとか言ってんじゃねえ、バーが出してくるね、この人。俺も引きずる、引きずる、ずっと根に持つタイプ。あ、引きずるのと根に持つは違う。じゃ違いますね。ただ、ここで出してくるね。うん、そうそう、グイグイきますね。もう銀さんここ出るの大好きだから、うん、ああなるほど。銀さん前まで出てなかったですもんね。出てなかったですね。そうですね、うん、結構誘ったんですけど、ね、意外と楽しいんですよニコ生。そう、まあ、結構ノープランが多いですけど。そうですね、うんうん、だから全部切ってやったんですよ。なるほど。そう、よくないところ。そしたらね、はい、あの副店長がね困ってんの、はい、あの、フェイスブックにちゃんと書いてください。あー、なるほどなるほど。でね、俺、あー、俺この間あの全部退会したからちょっと困っちゃう。まあ、すかさず釉薬なんですけど、釉薬うるせえな。絶対ね、釉薬見てっから、山口県で、あれね、親父とばっかりなんか飯食ってんだよ、夜中。あ、連絡来たもん。あとね、モンハンやろうとして連絡してくんの。見てないのかな、釉薬。何もコメントしてくねえよ。今日見てなさそうっすね。おかしいな。あ、すず生きてるよ。すずはね、え、ちょっと嬉しいですね、こういうの。ああ、もう2月、うん、そう、こういうの嬉しい。2月ぐらいかなに、レギュラーで復帰しますからね、すずはね。そうですね、うん、3月かな、2月か3月。大きな戦力が。そう、嬉しいです、うん、僕は。そうですね、うん、彼が帰ってくるのが。アスマキッズたちが。そうですね、うん、あ、チルドレン、別にチルドレンではないです。そっか、そうですね、うん、今日静かだな、なんかの非常に静かですね、うん、CM 後はちょっと一回ね、CM 中にちょっと反省会ですよ、はい、そうですね、うん、じゃあ一旦 CM です。うぅ、ハニーは甘み。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。
かね、はい、あの葵さんといるとなんか清丸くんってちょっと違いますよね。なんかちょっとキャラかぶるって言われるんで、うん、やっぱりだ、はい、僕から全然違うんですよね。僕から見ると僕も自分では違うと思うんですけどね、うん、やっぱなんか女の子から見たりすると、うん、キャラかぶるねみたいな、あうるさい、まあ、よく喋る、うん、顔も似てるとかしまいに言われた時には、うん、もうちょっとそれはない、ね、かぶってる帽子を床に助けてやる勢いですからね。かぶってる帽子、そうです、帽子かぶらないですけど、もうちょっとそこはそうなりますよ、うん、はい、あ、はいはい、キャラかぶるんですよ、美味しいです。あーすいません、ありがとうございます。あの清丸さんにもお願いします。はい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 、なんだろう、正月でさ、ボケたんじゃない？何してたの、この3日間。この3日間、うん、僕、美味しいもん食べてましたね。美味しい、おー、はい、どこ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 、なんだっけ、あれです、どこ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 、あの、はいはい、美味しかったですね、アタゴヒルズ、アタゴヒルズ、アタゴヒルズ、東京ですか？もう、巨頭なんだけど、日本、あ、日本、あー、偶然偶然、俺も日本に、あー、じゃあ分かりやすい、偶然よ。え、東京？東京です。びっくりよ、no。 メモ3日間東京、かぶってますか？かぶってますね、かぶってる、ね、大してみんな動いてない、うん、え、アタゴヒルズってどこにあります？マジで神長屋、神長屋、え、神長屋っつったっけ、え、神田川じゃなくて、神田川じゃなくて神長屋、あれちょっと地名間違ってたらすいません。どこら辺ですか？どっち方面ですか？銀座の方、あー、地の方、あ、東京タワーから近いです。へー、そう、そこで焼きフグと、はいはいはい、僕初めてだったんですけど、すっぽん食べて、はい、あ、神谷町ですか？神谷町です、神谷町、ね、俺の地元じゃない、神谷町ね、神谷町、そうそう、うちの方ね、はいはいはい、あ、ブログありがとうございます、はいはいはい、あ、いいのいいの、俺も書いてます、俺も書いてます。3日間俺、あの、お雑煮作りましたよ、お雑煮、あ、もうね、僕の自分家のマンションの下が、スーパーなんですよ、サンタ、はいはいはい、はい、で、もうどうしても正月休みはもうお雑煮が食べたくてしょうがなくて、餅、俺焼かないとダメなんですよ。焼きましたよ、だってあの魚焼き器でちゃんとピッて押して、いや、俺、餅をスープに入れるのダメなんですよ。お雑煮とかお汁粉もダメ、もうダメです、はぁ、別個で食べる、そう、いや、もう男はもう、うん、で、何、汁と餅かぶって食べる、いや、違うわ、違うわ、男はもう七味醤油でしょ、七味醤油、あー、そういうことで、砂糖は入れないです、ね、あ、俺砂糖入れない、砂糖入れない、あ、ダメなんだ、九州の方でしたっけ、うんうんうん、砂糖入れるみたいですけどね、醤油に、え、だって砂糖に醤油でこうつけて食べるね、食べますね、うん、いや、俺、そう、北海道でも食べるよ、やっぱ島はそうなんですか、何、あ、わかる、わかる、特定多数の人に怒られる、あなた外国人、あ、外国人、そっか、でね、お雑煮作ってね、こっからね、俺、ヤイバちゃんに言えないんだけど、ずっと連絡してたから、はいはい、ヤイバ、いや、俺も家でモンハンをやってたんですよ、うんうんうん、で、またこれも言えないんだけど、俺、スターウォーズ見に行ったんですよ、はい、あ、で、スターウォーズがすっごい見たくて見たくて、ずっと抑えてたんですよ、うんうん、仕事で忙しかったから、はい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 、で、やっと今までのあの6部作、全部一応見てるけど、はいはい、この休みで一気にもう見て、もう、え、あ、8時間ぐらいでこうずっと見て、いいっすね、で、映画館行ってやったの、はい、もう朝っぱらから、はいはいはい、って言って、で、すごい空いてたの、はい、いや、平日だったから、はいはい、もう一人でこんなんだってこう見てさ、で、帰りゴールドラッシュ食べて帰ったの、あー、ハマー、もうスターウォーズもうすごい感動しちゃった、面白かったっすね、くん、あ、見ました、僕前の6作は、うん、ほぼ知識なかったんで、あ、そう、でも銀さん、うん、やっぱスターウォーズ大好きじゃないですか、うんうん、絶対見た方がいいよって言われたんですけど、まあ、なかなかタイミング合わず見れなくて7から見たんです、うんうん、まあ、今映画でやってるやつですね、うんうん、あ、全然楽しめますね、めっちゃ面白かったです、うん、僕はもうスターウォーズ結構ファンなんで、うん、実はあんまり言わないけど、え、ファンなんですか？ファンなんですよ、ただ銀さんがもううるさいぐらい言ってるから、銀さんもマニアですからね、かぶっちゃったら気持ち悪いでしょ、だから言わないようにしてるんだけど、すごい好きなんです。あ、そうなんだ、そう、それもだからそれも言えなかったの、刃に今スターウォーズ行ってきたよとか言えたのまあいなくてよかったんだけどさ、 で、 ね、でね、こんなんじゃ終わっちゃダメだと思って、あ、なるほど、3日間、そうです、俺今日の今朝、俺朝4時に起きたんですよ、4時パッとで、早いっすよね、これじゃダメだはい、はい、テレビかけて、はい、天気見たんですよ、はい、よし、どっか行ったろうと思って、はい、ね、車せっかくあるし、始まった、うん、始まったアクティブですから ね、 ね、で、みんな連れて行こうかなと思ったんだけど、はい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 、みんな連れてくっつったらさ、俺の車
4人、5人乗れるけど、はい、なんか狭いし、いやみんな連れてやんないとかわいそうだしなと思って。買えばいいじゃないですか車、はい、だからでっかいの買わないし、はい、ああ買わないですね、ちっちゃいのでいいの。ああそうですね、はい、で、はい、どこ行ったのかなってパパって調べたら関東で行けるところ、はい、いいな、いいですね。箱根良い、箱根良い、良い箱根。雪降ってるかなって心配だったけど、はい、ぶっ飛ばして行ったんですよ、はい、あ行ったんすか。5時出発して、あえいい、行ったことあります、箱根のあの芦ノ湖。芦ノ湖、あ、俺多分行ったことありますよ。ですか、はい、芦ノ湖から見ると、はい、今日すっごい綺麗だったんですけど、富士山がまずあるんですよ。はいはい、富士山って芦ノ湖があって、芦ノ湖のこの湖畔に、箱根神社ってあるんですね、はい、でそこ の, あの宮島みたいなこう鳥居がすごいんですよ。へえ、そうだったっけ。超すごいです。これ、あっ、すごい、おしゃれ、やばいでしょこれは。すごいですね、これ全然伝わんないです。そうですね。そうですね。すっごい綺麗だったのよ。これは綺麗ですよ、ね。あ、これはいい一枚。全然。全然わかんないね。全然わかりづらい。全然わかんない。もうとりあえずそこでさ、はい、行ってきたのパワースポットだから、はいはいはい、したらもう木がブワーってこう高くて。木が高い。うん。もうなんだろうな。面白くないよ。いやいや面白いです、面白いです。はい。あ、それよりあの17日、あ、いいですか。1月17日もう1週間ですか。え、うん、あ、ちょうど1週間後、うん、はいはいはい、あ、違うか、はい、じゃあ、まあ、1週間と1日後、1週間と1日後、ね、うん、1月の17日日曜日ですね、うん、え、なんか覚えづらいな、1月17日って言ったら、いいな、いいな、だいいな、あ、いいな、いいな、だいいかな、バカタレか。いや、誕生日のイベントを僕、あのやらせていただきます。どんな風になるんですか。どんな風、俺確か去年覚えてるんですよ。はいはいはい、お願いします。これ、あ、これはあれだ、誕生日じゃねえだろ、誕生日じゃなくて、誕生日じゃねえ、次お願いします。もう一個、はい、もう一個の方、あ、これだ、これだ、これ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 さ、これなんなの、これなんか T シャツ着てんだよね、これね。これ、あの僕、あの友達にいただいた、あ、そうなんだ、カウアイの、カウアイの T シャツです。カウアイだ、はい、カウアイ島のね、はい、もう気分は、これいいね、レジ君、最高じゃないこの形。これいいね、俺も気分は、今年こういう風になってほしいな。いや、今年こう、うん、やっぱ去年超えしないとダメですよね。すごい、2億円バースで知ってるんだわ。誰よ。お店でしか言ってないのに。店でしか言ってないのに、あれほど内緒だって言ったんだ。今年いくら売るんだっけ。2億ですね。2億、ふざけんじゃねえよ。いやいやいや、2億ね、はい、俺3億売らないと勝てないじゃん、絶対。いや、そしたら俺またさらに2億売るんで。あ、じゃあ4億って。そうそうそう。ヤイバいくら売んだよ、ちょっと、ほんとに。ヤイバ、ヤイバ多分3億9999万で止めますね。あ、そういうことだ。あいついいやつですから。うん。で、俺2億売ったらほんと11ヶ月休みますから、ね。いや、もう11ヶ月休んで、11ヶ月休む。もう使いまくって、うん、金ねーっつって戻ってきて。帰ってくるよね。そうです。やっぱ気持ちいい、そういうそうですぐらいが。で、え、一緒に。じゃあ最後お願いします。はい、ありがとうございます。俺の人生まだまだこれから。そうです、その通りですよ。そうなんです、ね、節目ですからね、30。え、男清丸30歳にて両立両、え、何、あの、もうちょっと読めなかった。あれ、なんて書いてあるんですか。何、ちょっと難しい感じでしたね。めんだち、でもこの写真が一番いいですね。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。これ、あの、修正僕しないんで、おー、ノン修正ですね。修正する必要ないでしょ。そうなんですよ、うん、修正するとやっぱ怒られますからね、うん、うん、うん、あ、そう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 、なんですよ。ちょっと抱負聞きたいですね、今年の。今年の、いや、リュウジ君が聞きたいです。今年の抱負。はーい、はーい、はーい。いや、もう変わらず今のメンバーで、うん、ちょっと楽しく和気あいあいと日本一のお店を目指していければなと、思います。はい、そう、みんな、みんな元気にやっていきたいです。怪我なく、店舗でかくしたくありません。したいですね。ここで話す話じゃないんで。いや、したい。そうでしょ。こうね、そうね、やっぱね、1年あげてね、こうもう漠然としたこう考えてもいいんですよ、うん、まあ、うちが本店は本店ですけど、ね、うん、まあ、うん、本店主体のなんかね、あれじゃないですか、そろそろちょっと大阪、大阪
大阪。大阪、北海道じゃなくて。北海道は大丈夫です。北海道だったら俺も。ちょっと北海道遠いんで。あ、本当。ね、違う、ね。新幹線で2、3時間。あ、そっか。違うか。そしたら俺楽なんだけど規制よかれて、俺また大阪でまた一旗あげなきゃいけないじゃん、よし頑張るぞとか言って、いやなんか、まあ、大阪例えばですよ、例えば、まあ、ちょっと今、うん、例えばの話ですけど、まあ、大阪とかに出したら、じゃあ本店スマッパー歌舞伎町、うん、じゃあスマッパーフェルセン2号店、うん、じゃあ大阪、うん、ってなったら、まあ大阪でもちろん、うん、ずっといる人もいると思うんですけど、じゃあ大阪がパッと出したとしたら、はい、行く、僕は月に1週間ぐらい、1週間も行かない、ちょっと出張、出張ですよね、うん、で、僕はSNS に、うん、駅弁をやっぱアップしたり、アップしたりとかしたいなっていうのがあるんですよ、うん、あ、そう、楽しそう、うんうん、なんかちょっと楽しそうじゃないですか、うんうんうん、確かに、まあ、歌舞伎町でも楽しいんですけどね、やっぱたまに ガラッと土地変えてみるのも、ね、楽しいなっていう、店長どうすか、間違えた、副店長どうすか、わかんない、だから、はい、大阪支部できたら店長、あ、狙ってる、給料アップ狙ってるな、うわうわ、200がだ、うわうわ、ベシャリの大阪っすか、ついていけますかね、俺最初プレイヤー、怖いですねじゃあ飲んで、ケンシじゃねえ、飲んでね、基本的に山田君はどうですか、はい、僕ですか、やっぱでもちょっと今話出ましたけど、うん、やっぱちょっと店舗拡大をしたいなっていうのはありますね、うん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 、まあそのために必要なものいっぱいありますけど、うん、僕もね、もう漠然ですけどね、はいはい、やっぱりね、1年間の抱負といえばなんかそんな、それぐらいの目標を持ってもいいんじゃないかなって思いますけど ね、うん、すごくね、せっかくやるならやっぱ面白くしたいですよね、うん、うん、俺その時に北海道にちっちゃいバー出してほしいです、うん、まあそれ置いといて、ね、スマッパースマッパース好きな、スナックスナックやん、もうスナックスナックキラスナック系系室でやるんだよ、朝さ、10時ぐらいまでずっとやってさ、もうそんなのじ、もうじ、もうなんていうの、うん、自分のお金でやってほしいね、系列にしないの、系列にしないの、いやなんかさ、もう1時で終わるの嫌なんだよね、俺ね、もう5時ぐらいまでずっとやりたいの、早いですよね、早いの、これからやんみたいな、うん、もう終わっちゃうんすか、よし、じゃあ来週も、またスマッパの回なんで、はい、見てください、コメントもいっぱいしてね、またね、またね、またね。でもなく黙り込んだことにすかれ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を